皆さんこんにちは。不定期アイドルプリンセスオブデスのオレンジ担当花咲未来です。今日はですね、もう数々の有名な漫画家さん、手塚治虫先生や藤子不二雄先生などが住んでいたと言われる時和荘のミュージアムにやってきました。はい、ということでですね、中は動画の撮影ができないので写真を撮って、それとともに後で感想を言っていこうと思いますので、ぜひ皆さん最後まで楽しんでみてください。ということで早速行っていきましょう。はい、ということで帰ってきました。ただいまはい、いやー本当に素晴らしかった。もう早速感想を言っていきたいと思います。まずですね、2階にこの時和荘の住んでた人たちの再現っていうのがあったので、まず階段をですね上がったんですよ。そしたらまずこの目の前にトイレと炊事場があったんですけど、もうね見てください、こんな感じ。そう、こんな感じでもう昭和感あふれる感じ。一人だけね女性の方がいたのですけど、大体もう男性だったので男性用のトイレみたいな感じになってて、奥に大便用のトイレって感じになってて、しかもね驚いたのがね、わからん、私が経験してないけんかわからんけど、ボットントイレだったんです。漫画がねこう下にこう説明書で書いてあって、読んでいくとめっちゃもう1階のね下のとこまでドーンって、その音がねなんかガシャーみたいな聞こえるみたいな書いてあってね、ボットンなんやみたいな、って。じゃあ次水族館行きましたね。そしたらねそこも感動でね、朝ドラのなんか現場みたいな、撮影現場みたいな感じすぎて、え今ここもしかしてなんかドラマ撮影来とるみたいな感じになって、すごい楽しかったです。似てるのかな、炊事場がもうがっつりなんか見たことあるような感じで、はーいみたいなとっても素晴らしかった、本当に嬉しかった。もうそこでまずね最高潮なんですよ、テンションが。その隣行くと寺田博夫先生のお部屋があったんですよ。で今回ですね、私が行った時がちょうどじゃん、この寺田博夫展ってなってて、全部見た後に見に行ったんですけど、なんで今言ってるかっていうとね、こういう感じでねクイズラリーっていうのがあったんですよ。写真見ていただいたら分かるんですけど、こんな感じでめっちゃずらーって、他のところには書いてないんですけど、もうめっちゃずらーっと書いてあって、説明がもうなんかそれを一生懸命読んで、そこになんかヒントはないかヒントはないかっていうなんかそういうのをやってたんですけど、めっちゃ楽しかった。あ、男の人の部屋だなっていう感じでした。あとは空室のところはなんかね展示っていうか歴史のことが書いてあったりとかっていうのが結構あったんですけど、パノラマとかもねあったんですけど、私ね本当にテンションダダ上がりの時からさらにダダ上がりになったところがありまして、こちら見てください。どこでテンション上がったか分かりますか？もうね、今さっきから朝ドラ朝ドラ言い続けてますけど、このねこのアンテナ付きの箱型昭和ならではのテレビが私ね本当に生で初めて見たんですよ。しかも流れてるんですよ、アニメみたいなやつが。本当に感動したの。いや本当に最高だった。あとはそう、なんかやっぱ漫画家さんたちのお部屋なので、それこそ漫画が置いてあったりとか、あとは漫画体験ができるスペースもあったんですけど、コロナの関係で、まあ、今回はねできなかったんですけど、体験は。でも漫画の道具が展示っていう感じでこう置いてあるところとかもあったりして、これもしかして使ってたのかなとか思って、すごいね楽しかったです。本当にもうね終始思っていたことがあって、それが再現なので、まあ、再現しているんだろうけども、あのね置き方が本当になんか生活している感というか、なんかあそこにいるんだって思わせられるような家具とか置き方が素晴らしいんですよ。とにかく普通だったらこう作ってる感あるやん、なんか再現って言ってもさ、こんな感じでした
みたいな感じがあるけど、なんか今も住んでるかのような、今はただ出かけてるんじゃないかみたいな、本当にねそういう感じに置いてあって、本当に感動しました。今回ですね、まあ、残念ながら手塚先生、藤子先生、赤塚先生、石森先生の再現しているお部屋みたいな感じのはなかったんですけど、まあそこが逆に展示スペースになっていたりとか、他のものが見れたり、あとは今さっき言ったんですけど、まあ体験コーナーみたいな感じで、本当だったら漫画家の体験ができるっていうお部屋になっているので、ぜひですね、皆さんはコロナウイルスが、まあ、いつ収束するかわかんないですけど、それが終わって見に行っていただきたいなと思います。はい、ということで簡単にですけど、まあ、感想を述べつつこんな感じだったよっていうのをお話ししたんですけど、いかがでしたでしょうか。はい、漫画がねそんなに好きじゃなくても結構皆さん楽しんでいただけるところかなと思いますし、東京で本当に行きやすいところにあるので、ぜひ皆さん一度は訪れてみてください。はい、ということで今回はこんな感じで動画を終わろうと思います。最後まで動画を見てくれて本当にありがとうございました。また次回も見てくれると嬉しいです。またねー。